ブランドン・ライアン・ヒックスは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手。右藤右内現在は、ロサンゼルス・ドジャース参加に所属。地元のサムレーバーン高校を卒業した後、サンジャシント短期大学へ進学。その後、テキサス A&M 大学へ転入した。2007年の MLB ドラフトで、アトランタ・ブレーブスから3巡目で指名され入団。 2010年5月にメジャー初昇格。2011年はスプリングトレーニングで成績を残したため開幕ロースター入りを果たす。5月1日のセントルイスカージナルス戦ではハイメガルシアからメジャー初ヒット初打点となる左中間へのシングルヒットを記録。2012年3月13日にウェーバーでオークランドアスレチックスへ移籍。3月15日に トリプル A 級へ降格した。7月18日のテキサスレンジャーズ戦では、マイケル・カークマンからメジャー初 HR となるサヨナラ HR を宇宙館に放った。2012年11月26日、金銭トレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。2013年11月5日に FA となった。2013年11月20日に、 サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2014年3月29日にジャイアンツとメジャー契約を結んだ。開幕後は71試合に出場したが、打率は162と結果を残せず、7月11日にディーフとなり、7月15日にトリプル A 級フレーズのグリズリーズへ降格した。12月15日にジャイアンツとマイナー契約で再契約。 2016年2月1日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。ありがとうございます。